最新の初公判は来週27日、静岡地裁で開かれ、2番目に広い傍聴席48席の法廷を使用する予定になっています。これを受け、支援団体やジャーナリストらが最も大きい法廷の使用と別室にモニターを設置して膨張できるよう求める要望書を裁判所に提出していました。 傍聴席を拡大しない理由について静岡地裁の担当者は裁判隊の判断を踏まえ長として判断したと説明していますまた傍聴を希望する人には整理券を配り抽選にする予定となっていて多くの傍聴希望者が訪れることが予想されるものの当日の警備体制について裁判所は具体的な警備体制はお答えできないとコメントしています